どうも、今回ですけどもアマチュアシダ動画です、はい、ヘッドスピード40と43のアマチュア2人がアマチュアのためにやるシダ動画です。今日はですね、ウッド下手くそなやつ全員集合ということで、はい、ちょっとね変わり種企画、はいはいはい、まあでもねクラブの紹介がメインなんだけど、まあこれあれじゃん、俺らは外で打った時に感動したやつですね、うんうん、そう、はい、びっくりしたね。こう結構今まで打ってきたクラブで一番じゃないかってぐらい感動した。そう、ね、俺らのシダで、まあ、これフェアウェイウッドなんですけど、はい、一発目で、ね、チョロルっていうのが定番で定番なんだよねなんだけど、うん、もうねいい当たりしか出ないっていう奇跡のねあのウッドがあったんで、ね、はい、今日はそれを紹介します、はいはい、こちらです、はい、ゼクシオ13のフェアウェイウッド、はい、これ5番。そうですね、これ今回で今日はねあの、はい、計測器でちょっと紹介というか ね前回外で感動したんで、うん、ちょっと室内で、ね、どのぐらいのこう、そうだね、飛距離が出るのかと、うん、本当に飛ぶのかと。あそこで外で打った時はちょっと飛距離はあの飛ばないかなって感じだった、ね、そうだね、ちょっと上がってたりしたしね、ウッドに比べてね、うん、でそれを今回 GC クワッドでやった時に、まあ、どれぐらい数値が出るのか、ね、ちょっと暖かい環境ですし、肌感は GC クワッドの方がやっぱね俺ら分かってるっちゃ分かってるからね、はい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 、ランとかの感じもいやあの時ねチョロがなかったんだよ。そうなんだよね、全部綺麗な当たり、打率 100% って言ってもいいんじゃないかって いや本当ね、じゃあ今日は、うん、ノーカットで、はい、どれぐらいすごいかっていうのをみんなに見せるために、はい、ノーカットで、はい、あのノーカットで言えどなんかそのくだらない話とかのとかちょっと期待しますんで、ですね、長くなってるとか編集上はカットしますけど、ちょっとひどいショットが出ないと思ってますんで、そうだね、はい、じゃあこれでいいですか、はい、じゃあ何球、3球ずつ、そうですね、5球、3球ぐらいで、3球でいいの、5球、5球ぐらいで、そんなに言ってるあの長くなりすぎちゃうからさじゃあ3球で、はい、お願いします、はい、ちなみにこれアダス君は、はい、買う候補ですよね正直。俺ね本当にこれは欲しいと思った。だってウッド苦手系男子じゃんやっぱ。うん、本当ひどいんだよね、うん、ウッドで本当は180飛ばしたいところを150ヤードとか、うん、ひどい時は100ヤードとか。いやなんか俺50ヤードとか5ヤードぐらいのとこ見たことあるなんならポッコーンつってそことかっていうのもあるからねよくあれだよね、なんか右にスッポン抜けて OB 連チャンしてなんか100何十叩いてなんかめっちゃ起こすよね。いや俺右にさこれ3球連続とかやったことあるやってたやってた本当に。アダス君の、ね、弱点ここなんで、これ良くなったら俺、ね、スコアめっちゃ良くなると思うよ。そうだよね、百、うん、何十を確実に飛ばせるっていうだけでやっぱね、ある程度その飛距離がね、あんま飛ばない人はやっぱウッドが大事じゃん。そうだね、うん、あこれウッド好き、ウッド嫌いウッド嫌いは本当にね、一回見てほしい。ちょっとまあ今日の結果次第で ね、僕たちも人柱、はい、ということで、はい、あちょっと待ってください、あの、はい、自粛アートの方、録画お願いします、はい、で、ね、今日ちょっとあの奥方のあ、ごめんなさい、三脚がですね、はい、ちょっとないということで、はい、手持ちでちょっとブレブレになりますが、はい、では、いきます、はい、待って、嘘今のはここで、あ、飛んでる、え、はい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 、これでも飛んでくれんの、今のは何ですか、ちょっとね、あのダフリ気味、同時ぐらい、お、はい、滑っていかなかった、はいはいはい、はいはいはい、はい、来た、すげえ、あ、捕まるわ。いやこれはね、でもこれが出るだと思うよ。かー、いやでも飛んでるよめっちゃ、190、すげえ、4、すごい、普段100、まあ80とか飛んでほしいっていう感じなんだよね。ああでもあんまそんな飛んでるんではないから、やっぱこれ飛んでるこのぐらいのなんかドローだったら、だってキャリー178でしょ、このぐらいのドローだったら許容できるっていうか、いいんじゃない、ドローでさ稼ぐ、すごいよ、うん、右向いて打てばいいし、どうだ、ちょっと逃がしたね、うん、やっぱちょっと捕まっちゃった後はあーやっぱちょっとごめんなさい、本当に弱いかな、いやいやいや待って184です、え、そう、そんな飛んでんの、うん、だそこ、ここなんだよね、ほんまに弱い、うん、俺でもいける、もう一発いきますか、はい、はい、うわ、すげえ、ああこれね、当たる、完璧です、捕まったドロー、マジかえこれ、これ買わないといけないんじゃないの、マジで、だって193でしょ、
自分のウッドより全然飛んでるよ。しかもさ、お前ウッド本当当たんないじゃん俺もあんま人もないけど、アダスクよりはちょっと当たるんだけど、アダスク本当当たんないんだよね。パテはウッド上手いイメージだけど、いやちょっと去年で下手になっちゃったんだけど、アダスクねマジで当たんない。これはすごい。いやこれ R シャフトっていうのもまたいいのかな。いやだからさ、そこで若干なんか S とかにしたい気持ちはあるんだけど、なんかどうなんだろうって感じはする、ね、そうなんだよね。バランスでなんつうんだろう、だからあれだから当たってるのかっていうのも分かんないし、あ確かにあれだからちゃんとこう、うん、体が待ってるっていうのもあるのかな。あと一つね、結構アップライトだよね。あとねフックフェイス、うん、うん、あとなんつうんだろう、こう優しくなってる。多分ねこのなんつうんだ、 FP 値っていうんだっけ、この出っ張的なやつがねあんまりないんだよね。だから捕まりやすいんだよこれ。あなるほどね、うん、だから多分優しいんじゃないかなと思います。じゃあ8点いってみますか。はい、お願いします。では破天荒お願いします。めっちゃこれこっち向いてる感じするね。フックフェイスはすごいよね、うん、多分ちょっと一回俺普通に打ってみます。はい、多分結構捕まるんじゃないかなと。わあ、音がすごい綺麗な音してる。今ねちょっといい感じに振り遅れた。ちょっと待って待って、めっちゃ楽しい。俺のドライフのぐらい飛んでるじゃん。怖いんですけど。あ今本当シャフト綺麗に使えた感じ。今いやなんか、ね、いい感じ振り遅れて、ああ多分、ね、普通のシャフトだったら多分右に行くようなやつが、ああギュッて戻ってきて、あのああちゃんと当たってくれたって感じかな。だってすごいよすごすぎるよあ今 ねヒール当たりました。本当、うん、それどうだ。あでもね、なんで引っかかんの。すごいな、213。自分の5番ウッドはどれぐらいの感覚ですか。いやでも俺5番ウッド当たるときめっちゃ飛ぶじゃん。飛ぶ普通200以上飛ぶ、ね、まあ20ぐらい飛ぶ、うん、あ当たったときね3球に1回ぐらい220。なあ、まあ190ぐらい。いや200そんな230、まあ、10、20飛ぶか、ああチョロルかどっちかって感じじゃない。いつかバチカのクラブなのかな俺のこと言えねえじゃん去年一昨年ぐらいは5球2回だったのに、去年ね本当3球2球ぐらいになっちゃったの。打率 3割、うん、そっか厳しいね。シャフトが合わなくなったんだと思います。なるほど。ちょっと スライス目に。はい、わかりました。あこれちょっとダフったかな、うん、これで何も飛ぶか。あでも全然怖い。このクラブ全然いいんじゃない。なんかウッドのさ進化ってさ、正直ドライバーに比べてそんなにないかなっていう。あ新作とかってこと。そうそう、ね、新作での進化って今までちょっと打った感じ、ちょっと僕たちの技量不足もあるけど、まあほとんどうまく打ててないよね。そうなんだよね。これはなんかうまく打てるっていうその機能がある気するよね、うん、いややっぱ下手くそはこれがいいんじゃないのかわあなんかねミートしてるよ、うん、すごい当たってるもん。やっぱちょっと左に行くのはまあシャフトとかね。うわすげえな、キャリーなんぼ214。これはねここまで飛ばない俺。怖いです。そんなに思いっきり振ってないですからね正直。あそうなの、うん、あじゃあ4球になっちゃったね俺のせいで、はい、どっちも4球ということで、はい、ちょっとデータを見ていきましょうか。はいちょっとキャリーとそう距離って感じですか ね、うん、あと1球目当たり悪くて160、176で、うん、2球目以降は190。それが一番捕まっていい球だったよね180ぐらいキャリー出てるんだよね。で3球目ちょっとあの低くてピーって右に、ね、逃がしたやつよね、うん、それでも170の184だからさ全然いいですよ。全然いいじゃん。3球目はまあちょっとえ3球目もあ4球目もまあいいのか。4球目は良かったでしょ。あちょい捕まりで嫌かったですか、うん、いや破綻やんこれおかしいよ。1球目めちゃくちゃ良かったね227か、うん、ちょっと、ね、やばいねこれ飛びすぎじゃない。平均でキャリー200総距離217最後やばかったし。いやだからまあこれ確かに打率 100% はごめんなさいいかなかったけどすごくな い, いやこれまとまってるよね。すごいよマジで。これはね
いやどうしたらいいんだろうね、これ S シャフトにしちゃっていいのかなっていう、いやそこだよね問題は。俺らの場合結構柔らかいの俺ら得意っていうかさ、打てる方じゃ ん、 でもこれだけ急に柔らかくなるからさ、他のシャフトとの整合性がやっぱ取れなくなっちゃうよね。ああ、いやまあね、まあ、でもウッドは別物っていう考えるのはどうですか。いやありだよ、これだけ右向いてめっちゃドロー打つっていうね、今みたいなね。そうだね、うん、欲しいな。いやでもこれ肌すく買った方がいいんじゃないの。俺 LTDX のさ動画とかも撮ったじゃん、ドライバーでさ、うん、だけどもなんかもうちょっと浮気しそうです。打率が全然違うよね。いや打率フェアウェイウッドってさ、やっぱさ打率だけだよ。フェアウェイの上でさ、うん、地べたくてさ構えた時にさ当たるかなこれ絶対に思うじゃん、うん、そこの不安がちょっとなくなるだけでも、まあそうね、当たって、まあ、100% で200、その俺さっきの30とか飛ばなくても、うん、200は超えてほしいよね。そうなんだよね、その可能性を十分秘めてるよこれ。しかも大体当たれば俺もさ、うん、170か80ぐらいいってたわけでしょ、うん、そう考えると使ってる人あんま見たことないの俺たちの周りでさ。ゼクシオはね俺一回も見たことないかも。やっぱ俺らみたいなのが使うべきじゃないですか、下手くそなやつたち。人柱になる俺らが今年。ヤーダスに買ってほしいな。あ俺か、 S シャフトにして買ってもらって俺もちょっとグラウンドで使わせていただく。ずっと俺それ使うかもしれないよ。セカンドもサードも。いやでもな、高いんだよねこれね。ゼクシオちょっとやっぱお高いね。だからちょっと昔からそうなのかな、この前の世代とかでも片落ちとかでも同じような優しさだったら。今これ13でしょ、うん、12ちょっと打ちたい ね、 ね、うん、ちょっとでも13になってほらここがさへこんだりとかさ。いやまあね、あとそのほら松山が絶対にミスらないって言ったりとかさ、はいはいはい、さらに進化したんじゃないですか。ちょっとずっとで、ね、このゼクシオウッド使ってる人にはちょっと教えてください、どんなもんか、ね、ゼクシオ愛用家の人に、はい、ね、まあ、ちょっとゼクシオ使うってなると批判がちょいちょい入るんだけど。え、批判なんか入る。いやでもなんかね、ゼクシオ使うようになったら俺はゴルフやめるとかって言ってる人もいたよ。そう、うん、やめた方がいいんじゃないのかいやでもウッドだけゼクシオはね俺ありんじゃないかと。絶対ありだよ、うん、ドライバーはまあちょっと別として。いやそれがさ、なんかこのシャフトも含めたものなのか、このヘッドがあれなのかっていうことです。あ、そうだね、そこちょっと気になるね。まあ一回試してみたらいいって話なんだけどね、ちょっと違う値段もなかなかだし、ちょっと勇気がいりますというところで、ちょっとコメントで教えてください、はい、お願いします。ではありがとうございました。